けない、俺はいつでも燃えてるのさ。可愛い子にはすぐにメロメロ、虫歯になったら涙ボロボロ、そんな俺でも熱く熱くなれば、来た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 、ターボでぶっつー、みんな遅れるな、俺についてこい、飛ばせ飛ばせ猛烈に心が叫ぶ、では世界を征服しようと企むドン・ハルマゲってやつの呪いによって妖人ゴブウリキの復活の日が近づいていた。それを阻止するためには8体の守護騎士の力を集めなければならないっていうんで、俺はミルク姫たちと守護騎士探しの旅に出たんだ。今味方はセイロームとシルコーン、残る守護騎士はあと5体。俺は今猛烈に熱血してる。ゼンマイだらけのギアシティ。ここはどこにも町なんか見当たらないよ。変ですわね。この時期ギアシティはこの辺りにあると書いてあるんですけど。はあ、なんだいその時期っていうの。あ、あれ何かしら。え、あれがギアシティ？そうですわ。ギアシティは工業都市で、作った製品をあちこちに売りに行く移動都市でもあるんですのよ。へえ。セイロームに続きシルコーン、ラムネスは仲間を着実に増やしておるな。あんな奴らいくつ揃おうと。黙れ。しまし。ラムネスたちはギアシティに向かっておる。これ以上守護騎士を復活させるわけにはいかん。いかんぞ、いとかんぞ。バカ者。ドンハルマゲ様、これ以上奴の隙にはさせません。行くぞレスカ。あんなお見え切っちゃって。まあでも言っておかんと、ドン・ハルマゲ様が本気で怒りそうだったからな。だがですか、安心しろ。何か作戦でもあるの？パターンから言って今日は新しい使用騎士は出てこない。だしかし大きいな。本当ここは、なんかギアシティがスターハンセンを目指して進んでくるみたいなんだけど。まあ、じゃあ私の計算がぴったりだったんですわ。スターハンセンをギアシティの進路上に着陸させたんですもの。バビョーン！平気ですわよ。手前でぴったり止まりますから。止まるかな？そんな雰囲気なさそうよ。なんて言ってんだ。さあ、
少しも聞き取れませんでしたわ。邪魔するなって言ったみたいよ。忙しいのかな。あの人に聞いてみましょう。あの、守護騎士を探しているんですけど、大きな像とかありませんか。おお、悪いな。もうちょっとゆっくり喋ってくれんかね。ちょっとおじさん、もっとはっきり喋れないの。あのね、お嬢ちゃん。もうやミルク、失礼じゃない。ごめんなさい、妹や。一体どうなってんの、この町の人たち。あ、おい、見てみろよ、あの人の背中。え、向こうの人もだ。え、ゼンマイ？あれで動いているみたいだな。まあ、それにしてもココアよくあのスローな会話ができるな。ドクター、ワットのお姉様にはあのスピードがぴったりなのよ。なるほどね。ここは武器作ってる工場なんだ。あら変ね、ギアシティは生活用品しか作らないのよ。でもさ。わかりましたわ。守護騎士はドクター・ホワットのところですわ。ドクター・ホワット。ええ、彼のせいでギアシティは大変らしいですわ。よーしゃ、忙しいんじゃい。はい。この超究極巨大砲を完成させんといかんのじゃよ。しかし、ドクター・ホワット、これをどうするんだ。それに工場で作っている武器は。あれはギアシティの正面に取り付ける。他の武器はシティの周りに。これでギアシティは無敵の移動要塞となるんじゃよ。目標大砲1100門、主砲100センチ超究極巨大砲、各種9砲機銃を装置した陸の超ド級戦艦。それがギアシティの姿じゃ。さらにじゃ、町の人間に取り付けたこのゼンマイは便利だぞ。巻いてやれば全開で働き、サボるやつにはネジを巻いてやらんと落とせば困るのが嫌じゃから真面目に働きよ。おかげで作業能率が急上昇じゃ。これもみんなこのゼンマイのおかげよ。うしゃ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 。どうじゃ、お前もつけてみんか。仕事がはかどるぞ。いいえ。まあ、そういうわけでな、そのラムネスとかいう小僧に関わっとる暇などないのじゃよ。そんな、それでは困る。困る困るのコマーシャル。おおっ、あー面白いじゃねえか。なんじゃい、まだそんな旧式使ってるのか。これ、こいつをやるよ。最新型じゃぞ。これをくださるんで。ほんじゃ、あとは任したぞ。おい、ドクター・ホワット、その辺にあるのは何でも使って構わんからな。ちょっと待って。いいじゃない、これで間抜けな仲間に足を引っ張られることもないわよ。決めた、これで行こう。何か作戦でもあるのか。バッチリ。いい？なるほど。よし、ならば俺もやってやるぜ。覚悟しておけよ、ラムネス。驚愕様の最後を高まれ。どうだ、面白いだろう。こいつが一番間抜けな仲間なのかもしれない。ここがドクター・ホワットってやつの工場か。人にゼンマイくっつけてコキ使うなんてとんでもないや。俺が懲らしめてやる。ドクター・ホワットはどこにいるんだ。助けてー。助けてください。やばい、ゆい。ドクター・ホワットにゼンマイをつけられそうなんです。お願いです、助けてください。大丈夫、俺が来たからにはもう安心だよ。あなたは。俺は勇者ラムネス。あなたが。俺のこと知ってんの。
シノキシキングスカッシャを操る伝説の勇者と聞いております。まいったな、俺もずいぶん有名なんだ。照れてる場合じゃないでしょ。それでドクターホワットはどこにいるの？はい、私がご案内いたします。ねえ、君の名前は？レスじゃなくて、そうだよ、そうだか、よろしく。はい。次は台座のチェックじゃ。ドクターホワット、あ、さっきのゼンマイを貸してくれ。いや、もうなんじゃいこの忙しい時に。そう言わずに頼みます。ホリどうも、今行くぞ。ラムレス、なんじゃあいつは元からゼンマイがついてるようじゃの。ラムレスさん、キングスカッシャーはどうやって呼び出すんですか？キングスカッシャーはね、このメタルコインをこの玉球ってやつに飲み込ませると出てくるんだよ。ラムレス、やめるみゃん。そう、そのコインを。あれ今髪の毛が。え、どうかしました？いや気のせいかな。バレちゃいないわよね。どっかで会ったような気がするんだけどな。この奥です。よし。この俺様が直々に相手をしてやる。なあ！相変わらず抜けてんな、お前。何を、イデオモスカ、テグロボー！貴様ら、モスカテグノボーの餌食にしてくれるわ。くそ、こっちもキングスカッシャーだ。あれ、あら、ラムネス、どうしたみゃ。キングスカッシャーのメタルコインがない。何やってんのよ。いや、確かここに。そうだ、メタルコインはここよ、ぽうや。誰だお前は。レスカちゃんです。卑怯だぞ。男の子なんて単純、可愛い女の子には全然弱いんだから。なんだと。特にね、ですわね。こらこら、だってそうじゃない。何を。お前ら、俺を無視するんじゃねえ。あ、そうだ、メタルコインを変えて。残念だが、こいつを渡すわけにはいかない。代わりと言ってはなんだが、こいつをやろう。うん、げっ、ゼンマイだ。うまく動けたい。大変です。今だ、テクノボー、ラムネスをやっつけろ。取れない。ラムネス、のんびりしてる場合じゃありませんことよ。から聞いてる卑怯なまねばかりしやがって、ベラボメ。わが、ここは一つ足に任せてください。わか、いくぜ。あ
あらあら、どうしたどうした。勝ちと喧嘩は江戸の花ってけ。こいつでとどめない。待て、シルコーン。え、どうかしやしたか、若。そいつをやっつけたらダメだ。あー、じれって、江戸っ子は気が短いんで。そいつが至極死かもしれないみゃ。壊すわけにはいかないんだみゃ。かー、そうか。ねえ、ざまみろ。わかわか、明日どうしたらいいんです。くっつー。わ、何してんのよ。そんなこと言ったってうまく動けない。要するにネジを回せば早く動けるわけよね。そうか、ミルク、ネジを回してくれ。あたしも手伝います。もうそれくらいでいいんじゃない。まだまだまだいけますわよ。もう一つおまけに。うわー、パワーガーツ。シルコン、モンスカーを押さえつけてくれ。やってんだよ。しぶといやつだ。ダサいだ。何グズグズしてんのよ。分かってるよ。うわ、おお、なんだなんだなんだ。何よ。一体どうなったんです。俺は今猛烈に熱血してる。ここで親切な玉球がビデオを巻き戻してスローでもう一度お見せするみゃ。ネジの首なんだよ。当たった朝よ、飛びショー。はい、ここからスローだみゃ。ほんまたった1秒の間にこれだけのことがあったんだみゃ。あれ、ラムネス、ゼンマイが取れたわよ。ゼンマイを巻きすぎたせいみたいね。よし、こうなればこっちのもんだ。行くぜ、玉球。キングスカッシャー。ダサいだ、俺が相手だ。己よくも乙女の顔にいたずらするなんて。ラムネス、セイントボムだけ。セイントボーム。シルコン。くそ、鼻から偽物だと分かってりゃコテンパンにやっつけてやったのによ。ラムネス、サムライオンだみゃ。おう、熱血チェインジ、サムライオン。こらこらこら、ちょっと早すぎるだろうが。ちゃんと熱血したんか。俺は今十分すぎるほど怒ってる。メタルコイン奪ったらさっさと逃げればよかったのよ。うるさい。
ハティ、わしは何やっとるんじゃ？は？は？これは何じゃ？どう？真っ暗じゃ明かりつけとくれ！今猛烈に次回 NG ナイトラムレ&ウォーティー、あらら、寝ぼけて寝ぼけて海の上、俺今猛烈に熱血してる。